いて大丈夫？大丈夫大丈夫？じゃ行き大丈夫まーす。はい、いいわよ。お、大丈夫？ いいよ。やねんの？いや、なんかまた、なんかちょっともう一回ぐらいボケてくるかなと思って。ちょっと期待してた。ちょっと期待してた。やめろやめろ。あ、やっぱさ、やりたいんだったら、やっぱちょっとある程度やっぱやらせてあげないとさ、かわいそうかなと思って。それでお前、きっと停滞じゃないの。はい、行くよ。はい、どうもこんにちは。ライラでーす。リさんでーす。ベルでーす。はい、デルタでーす。はい、ということで、トランパーズディライトの5回目をやっていきましょう。やろう、うん、やろう、やる、ほらやるぞ、やる気満々、殺し合いだ、殺し合い、しゃあこのデルタ容赦せん、頑張れ、容赦なく押してくれボタンを、すまねえ、忘れてた、頑張れ、みんな頑張れ、みんな頑張れ、赤組さん頑張ってください、この門の転がみに入らぬか。はあ、はあ、なるほど、初手から辛いな、でも何かしら置いていきたいな、でも最初だし、まあどんどん悪いことしていこう、まあ最初だからね、全然なんかもう何やっても許されるんじゃないかみたいなところあるからな、その通りだ、まだ広い、まだ広い、この程度で根を上げてはいけない、うん、一流のトランパリストはこんなことで根を上げてはいけない。危ない。あ、わあ。うわあ。隠しか。隠しはわかんねえわ。そういうことね。危ない。うわあ。ワンテンポずれた。ここ怖いんだよな。頑張れ。頑張れ。はい。はい。はい。やりました。普通にゴールした。はい、優勝。はい、優勝。手前側にみんな罠仕掛けがちだからね。真ん中あたりまで怖いんだよね。ね。まあ最初だからね、最初だし、最初は偏っていいよ、全然、クリアフロアしてえな、あ、こうすればいいのか、上からあれか、塗り替えればいいのか、隠し系は、なるほど、ちょっと一つ覚えた、ただクリアフロアが毎回出るとは限らないからね、全然出ないのよクリアフロアね、いいから殺し合えっていう雰囲気をすごい味わわせられるうん、あと爆弾系でも消せるよね、そういうの、そう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 、スタート位置のあれが消えてんな、怖え、もう進みたくねえ俺そもそれも戦術だよ、やばいね、あぶなーうわっ、そういう怖さ、やべねえ、勢いでなんとかなったあの木の手裏剣は何なんだよ左行けるそれ。行けないことないんじゃないの。タイミングねえぞそれ。ね。どうしよう。うん、来ちゃったのもう。来ちゃった。来ちゃった。うん。来ちゃった。むしろどう行ったそれお前。頭飛んだ。で飛んで隠し床を回避した。そういうことだね。あ、時間が。あ、行けるわ。行けた。時間が。でも間に合わねえ。間に合わねえわ。いや行けたやろ今。行けた。諦めるな。もったいない。はい、Don't lose hope、 希望を捨てるな、レストラン、え、なんて、なんでレストラン、レストランって言ってたから、 Don't lose hope、 希望を捨てるな、そうね、ちょっとここら辺をお掃除しよっか、あーうーん、エトセトラ、あ、やばいやばい、右が、じゃあ左もやばくしとくか、そう来たか、そう来ちゃう、無駄、スタートはいいんだよ、スタートはスタンド、お、その後では問題は、まあこれは安定行動、うん、その後でここなここはちょっとこれすごいんじゃないのか、なあもう左が行けなくなったじゃないか、ふざけんなお前、あお前どうする、穴
穴のせいでもうタイミングがすごいことに。やりおったわ。やったわ今。やりおりました。やったわ。えぐいな。完全にやったわ今のは。右と左のタイミングがえぐすぎるね。あ、間違えたわ。これは消そうか。うん。置き方間違えたのはやべえ。もったいなさすぎな。コイン、ほんと自分のためにしか置かねえよな、これ。でも、それはさ、もう大事だよね、でもぶっちゃけ。ね。スーパートラップがいかほどの威力かかっていうところは正直大事だよね。あー、罠だ、明らかに。俺は、もう今にもうちょっとこれ操作がほんとに余裕がない。お笑い芸人みたいなテンポで来たよな。リズムネタみたいな感じ。あーやばい。あのね、加速がつきすぎて前に来ましたー。ダメでしたー。きついわー。自分の罠です、それは。あ、ダメだった。なんで右がだいぶ楽になったから身を挺して、うん、そうね、いいぞ。爆発の音すげえな。一段と強いよ。どうしよう。そうなりますよね。まあそうなるよね。ここに仕掛けてられている罠が何の罠かっていうのを調べたい。あー、それはね、わかる。鏡の中のマリオネッツ。鏡の中のマリオネッツ。うん、変態を感じてしまう。は？あー？え？は？は？誰だよ、それ仕掛けたの。は？何その橋は。えげつな。何その橋は。えげつな。えぐいの変わんねえじゃねえか、結局。もう誰だよ、目の前に沼を置いたやつ。待って、ちょっといい、今さ、もうこのあれはもう終わったわけでしょ、今ので、多分デルタとフェルが渡って、俺さ、もうこれコイン取ってやられるぐらいしかなくない？通れるよ、死ねってことだよ。大丈夫、通れるよ。あ、何度でも通れるんだ、それ。あ、そこか。ただ、そこはそう、この先が行けるっていう保証はねえから。じゃあ、俺ちょっと、ほっ、判定取るわ。あ、行った、すげえ。簡単ねえけど。頑張れ。惜しかった。いや、残念賞あげる。残念賞ですね。シグマはいかんわ、それは。それはダメだよ。まっすぐ行きすぎるなってことだね、これ。でも変わったよ。時にやる回が必要。ん？スノージャンパー。また変わったステージ。ジャンプを駆使していきなさいと。うん。なるほどね。これジャンプでさ、これノコギリとか飛び越えられるのかどうかわかんないよ。いける。いけるね。いけるんじゃない？それはいける。性格悪すぎんよ。やべえだろ、それは。これえぐくねえか。これはやべえだろ。スタートの位置差がありすぎだろ、あと。まあそうだよな。やべえ、クレジダイモンド買っちゃった。まあこうなるわ。まあそうなるわな。まあね。そこら辺で引っかかんねえかな、なんか。よし。グレートだぞ、ファイアーボールの位置が遅すぎんねん。あの、初見殺し感あるけど何にもないやつ。そう、一応なんか置いとくみたいな。実は何でもないみたいな。もうちょい横に設置しとかないと。使えるもん使うぜ、ね、いやいやいや、後々何か起こるかもしれないから。なるほど。ああ。はい、やべえだろ。悪夢か。やべえよ、やべえゲームだよこれは。おらあらし、死ぬかよ。やるなお前、今のビビだな、この洋館、これ。死ぬがやばい。そらそうやろ。ほい。
そう簡単に行くかよ。おやばいやばいやばい、スタート位置がやばい。おっしゃ、さよなら。どうも。右側何もねえんだな。案外。やばいじゃん、もうこれ。よっしゃー、あ、これは、いかんわ。そえ、なんかあったよ。あ、そういうこと？画面すごいね。やばいやばい、それはえぐい。それ、やばいな。え、あー、いけば。蹴ってくんじゃねえよ。もう何蹴ってんだよ。期待そうにしてんだぞ。いとも、たやすく行われる、えげつない行為。D4C。さらっと、おい、右どうすんだよ。誰だよ、お前。こんなしっかり、お前。どうすんだよ。ぶっちゃけ置かない方がいいよな。負け上がってマジで。うわ、その位置仕掛けられんのかよ、しかも。なんだよそれ。頑張れ。俺もきっといい死に方はしねえだろうな。本当だよマジで。お前地獄に落ちろよ。落ちた。地獄に落ちろや。なんでもねえ手裏剣で死んだ。なんでもないし、あと1回ピーチですよ。うわ、もうまともに動けねえよこれ。ビビビ、何か恨みでもあるわけでもない。やば、トラップが、ね、トラップがいっぱいですって出た。やばい、使わなくては、やばい、使わなくては。ああ、これはいいな。そうだな、どうしようか。うん、はあ、なるほど。じゃあ、あえてここだな。どうしよっか。とりあえず3つぐらい。よし。おお、そこあったのか。この後よ、ね、横見えねえんだよこれ。あー、ぶね、行きました。オッケー。お、行ったのか。グレートだぜ。全員行っとるやんけ。すげえ。なんだ。あれ、なんか急になんか特定のいい道を見つけさ始めたそう、俺が床置いちゃったから多分それで簡単になった。床置き折ってからに。のんびりしすぎ。どうしよう。いや、もうダメだろ。許されない人だったから、もうこれはダメですよ。いや、殺意高いね。今宵もいい、できなくさせてやろうではないか。いい殺意を持ってらっしゃる。はあ、なるほど。はい。はい、わかりました。もうルートは決まりました。うん、私はもう、隠しなんとかがない限り、このルートで行きますみたいな感じなのは見えたぞ。はぁ。早い。いた。まあ、これっすよね。普通に茶色が床に見えたから、そのまま行ったら死んだわ。おぉ、なんだそれ。それだから行かなかったのに。誰だそこに置いたやつ。うわ、そこへ行く。ですね。張本人でしょ。勝ちですね。抱き上がって。え、その見えない、見えない床でしょ。うん。え、俺が3回ぐらい前に置いたよ、それ。おい。マジかよ。俺3回ぐらい連続でそこ通ってるよ。それ読みで踏むっていう説もあるんだな。なかなかこのステージはやりやすかったね。罠の通りがだった。よかったっす。出るた。最近俺の性格が良くなってるからさ。なんだ。ああ。いや、被害者であり敵であるから。ああ。いい関係じゃないか。ちょっとよくわからないことになって需要と供給が一致してるんだよ。なんだろうね。日本語って難しいっすね。日本語難しいな。ドラッグ屋さんをサポートしよう。